言い方悪いんですけど、使うチャンスなんですよ、今。まあまあまだどんどん使いましょうよ、お金をね。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、お願いしまお願いしす。ま音声は大丈夫かな？す。音声は大丈夫です。大丈夫？はい。ちょっとアイちゃん顔疲れ気味かそうですかね。な？ まあ、さっき打ち合わせとかもいろいろしてたんで。そう。ちょっとお忙しい気味？いや、そんなことはないです。普通にのんびりやってる感じですけど。じゃあ、行きましょう。はい。よろしくお願いします。いろいろ変化が多かったっていうふうに聞きましたけど。うん。どう言ったらいいかな。まあ、ざっくり言うと、変化、今、大きな変化、あるよ。これ、ざっくり言うと、この今、現代、近代の金融を潰してるっていうことなんですよ。単純に言うと。なるほど。なんとなく。なんとなく、皆さん分かってるもんな、もうな。まあ、やっぱりヨーロッパからこう崩れていくっていう形。まあ、金融というか、通貨というか、そういうものの近代の通貨の元締めの総本山みたいなのがやっぱりヨーロッパにあるということで、ガタ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 と言ってるわけで。どっから行こうかな。じゃあ、ざっくりと、まあ、通貨ってことやな、結局な。まあ、過去の動画でも何回も言ってるけど、昔は当然物々交換やってましたと。物々交換の間に石ころがあったり、貝殻があったり、金貨があったり、銀貨があったり、まあ、ありましたと。で、まあ、通貨って便利よね。便利ですね。物と物とを交換するときに、便利なものでありますよと。で、まあ、近代の通貨に至っては、まあ、始まり、ことの始まりっていうか、というところでいくと、ものすごく今日簡単に言わないとちょっとややこしくなるんで、ざっくりいくと、日本で言うと明治維新あたりですよ。江戸時代の終わりですよ。で、まあ、世界で言うとイギリスですよ、やっぱり。イギリスが、その要は、民主化というかな。民主が、その、なんていうかな。民主の権利を得たと。まあ、いうような形ですよ。で、まあ、このあたりから、要はね、ものすごくざっくり言うと、王族なんかが支配してたわけですよ。まあ、特にヨーロッパですよね。で、その王族っていうのが表舞台から消えていくわけ。この、要はイギリスの、その民主革命っていうかな。そうなってから、その王族が、表舞台から消えて、裏へ回っていくわけですよ。裏っていうのは、その、要は表っていうのは権力ですよ。権力分かるよね。で、権力者だった王様が、権力の方へ消えていくわけ。後ろ舞台、裏舞台ですわ、要は。だから操る方向。要はね、これ何ぞいうことだったかっていうと、権力って、つつかくんですよ。おお、続かないです。なるほど。わかるでしょ？権力って、やっぱり、なんていうかな、永遠に続くものではないんですよ。民主から出したり。ね、暴走が起きると、引きずり下ろされるわけ。引き上げられて。で、この権力を使うために、権力を裏憲舞法。台回ったわけですよね。王族っていうのが。で、こういうふうにして、その、なんていうかな、その、自分たちの王族としての、その地位を守り抜いていくと、続けていくという方向になったわけ。で、まあ、通貨の話行きましょう。元に戻すと、このイギリスの、このイングランド銀行あたりから近代の通貨って始まってるんですよ。通貨市場ね。で、ちょっとまた話が、ちょっとマイクの時編集してね。ちょっと飛ぶんで、まあ、簡単にこう、例えば今の日本、現代の日本ですよ。これでお金を発行してるのは中央銀行だっていうのをご存知ですよね、アイちゃん。で、中こ央れ銀中行。央銀行っていうのは民間だっていうのもご存知ですよね。そうですね。民間企業がやってますね。なんでそもそも中央銀行が日本国庫券を発行してるんだって思いません？確かに、思いますね。なぜ発行してるんですか？
うん、国が発行したらいいんじゃないと思いません？うん。それはだってね、こっちの方が、要は、国じゃなくて。借金もないですから、うん、日本であれば、日本国が通貨発行すればいいわけですよ。うん。うんうんうん、ね。なんで国が発行しないんですか？なんで中央銀行がそこにおるんだと。うん、で形としては、中央銀行が、うん、日本銀行券を発行して、うんうんで、日本国という国が、日本銀行、日銀から借金するという形になってるわけよ、これ。ああ、なるほど。はいはいはい。そうでしょ、ね、はいはい、うん。国債発行するということですから、うんうん、なんでこのことになってんのと思うんですよね。で、うんまあ、簡単に言うと、例えば一国ですよ。例えば愛ちゃんが国作りましょうよ。うん。アイちゃんが島買って、公民いっぱい集めて、俺も独立すると、うん、国作ると。で、その時に、じゃあアイちゃん通貨を発行せなあかんわけ、アイちゃんの顔がついてる通貨。うんうん、はいはいはい。ね、これ発行するわけよ、はい。簡単な話ですね。はいはいはい。アイちゃんが別に自分の顔ついたやつを発行する。はいはいはい。これでいいわけ。はい。これが国が発行する通貨ですよ。はいはいはい。で、ここで問題になってくるのがね、はい、この愛ちゃん通貨を、はい、愛ちゃんの国の人々が、はい、どっかの国の車が欲しいとか、はいはい、にしたいとか、はいはい、ね。あと、うん、まあ、燃料を輸入、油を輸入したいとか、はい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 、ね。で、うん、いや、ちょっと今、よその島と揉めてるから、機関銃欲しいから、これ機関銃は、うん、アメリカから買いたいと、はいはい、言った時に、その愛ちゃん通貨では、はいうん、受け取ってくれないんですよ。なるほど、なるほど。うん。わかる？ちょっともう一回教えてもらっていいですか？ブラインがちょっとポカーンとしてますね、今、うん。はい。はい。要はね、簡単に言うと、はい、アイちゃん通貨の話はこっち置いといて、要は、はい、日本国が発行したお金では、世界に効力はありませんっていうことになる。はい、ああ、なるほど、なるほど。はいはい。世界には通用しないってことですね。はいはいはい。要は、うん受け取ってくれないわけですよ。うん、お金をね、なるほどね。そのままとしてはね、うん、だって価値が違うから、価値というか、なんだろう、うん、お金の価値が違いますもんね、その国々によってね。あんたのところ、日本の国が発行したお金で、はい、私らそ、はい、代金もらっても困りますっていう世界。うん、はいはい。だそれただ、日本円からどうに変化するのとね、でもね。銀行っていうのを持ってない国でいうと、北朝鮮ですって、うん。これ分かりやすい。うん、はいはい。北朝鮮持ってないんですよ、中央銀行ね。うん。ね、北朝鮮っていうのは中銀行持ってないんで、じゃあ北朝鮮のお金を持ってきた人が、日本に来て、はいうんうんで例えばその機械、工作機械とか、うん、産業製品なんかこう、工業製品なんかを買いたいと、はいはい、北朝鮮のお金持ってきて、売りますかっていう話なんです。受け取りますかっていう話なんです。うん、受け取らないですね、うん。こういうことなんですよ、簡単に。わかります？あれ、もともと北朝鮮って日本に観光はできないってことで、観光しに行けないって感じだったっけ？北朝鮮に住んでる人たちは。いやいや、だからその、要は、来ようと思えば来れるでしょうよ、そら。ああ、来れるけど、そこで、来ようと思えばそら来れるでしょう。国が許してくれれば、うん、許してくれないだけで。うん、はい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 。朝鮮も許してくれない。いわゆる封じ込めになってることだね。ああそうですよね。うん。なるほどね。まあ、これも作られたもんですよ。まあ、今、うん。でね、結局ね、その、要は、通貨って、うん、今この中央銀行を介してる通貨って、貿易通貨なんですよ、うん。貿易通貨っていう概念なんですよ。はい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 。で、もっとたどるとね、その、要は、もともとは近代のこの通貨のシステムっていうのは、イングランド銀行ですと。うん、うん。で、まあ、明治維新の時にですね、明治維新の起こる前に、イギリスと、その、薩長が手を組んだわけな。これ、長州。はい、長州ね、はい、ごめんなさいね。うん、長州が手を組んで、倒幕ですよね。幕府を倒していくわけですよ。はい、はい、はい。で、この時に、やっぱフランス、ドイツと手を組まないで、イギリスと手を組んだっていうのは、はい、要は、これから、その当時も、やっぱり時代としては経済の時代に移ってたわけですよ、ね。これ、新しい経済の時代ですね。はいともあるし、まあ、貿易ですよ、うん。イギリス産業革命でやっぱり産業進んでましたから、はい、機関車も作れましたし、はい、鉄砲も作れるし、うん、ロケット大砲も作れるしっていうことで、うん、そういうものを買うためにイギリスと手を組んだわけ。うんはいはいはい、イギリスのその融資っていうかな、お前のとこも日本国も中央銀行作れと。うん、でその中央銀行の日本円ですよ。を発
行する諸場代、諸場、なんとか場所代っていうかな、うんうんうん、それを与えてやるから、うん、お前のとこも中央銀行作れと、うんうん、いう話なんですよ。うんうん、こっから世界だーっと広まっていってるわけです。うん、なるほど。そうです、うんうん。で、簡単に言うと、要はイングランド銀行に、ドイツでですね、その両、うん、何ていうかな、古戦勝ですよ。要はアンティークコインなんかの売買、うんうん、コレクターのね、貴族に対して、古戦勝をやってたロスチャイルドですよ、結局。うんうん、このロスチャイルドがイングランド銀行に取り入った、はい、取り入っていったわけよ、だん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 。うんうん、ね、はい。で、ここで、その、何ていうのかな、世界的な、うん、はい、公益通貨の実行になるようなものをこう、組み上げて、作り上げていったわけですよ。うんうんうん、これが今のその、なんていうのかな、今ややこしくなってるグローバリゼーションとグローバル経済っていうのの原型なんですよ、うん。はいはい。いいですかね。うん。で、その、要は基準を決めていくわけですよ。お前んとこの国は、うん、これぐらいの通貨発行量だとか、で、うん、まあ、なんていうかな、その民間、その下の、中央銀行の下の民間銀行に至っては、うん、なんていうの、その、うん、資本金っていうかな、要は準備金ですよ、うん、銀行の。これが何パーセントの基準じゃないと、これぐらい、こんだけの貸し融資はできませんとか、資産は伸ばせませんとか、うんうんうん、ルール勝手に作っていくわけですよ。ちょこ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 いの、うん。これがその傘下におるビスですよ。うん、BIS 国際決済銀行っていうのがスイスにあるわけ、うんうん。で、ここがですね、その世界各国の中央銀行の元締めというルールをこう決めるわけですよ。そのいわゆる。だから、ある意味国のその通貨を潰そうがどうにでもできるわけですよ。簡単に。ね、ルールを変えてしまえばね。はいはい、で、そこはそれとして、はい、この、例えば、じゃあもう一回日本に話戻しよう。で、日本の場合、その中央銀行が、はいはい、吸って国に貸しますと。うん、ね。で、うん、これが世界の交易、貿易で通用するマネーが、になりました、うん。この時ね、担保ってやっぱいるんですよ。うん、担保っていうのは、要は、その諸場代を取ってる、ヨーロッパ、うん、イギリスの王族からすると、まあ、貴族だよな。うんうん、この担保がいるわけ。で、この担保っていうのが、いわゆる国債っていうことなんですよ。ああ、国債。はいはい。今だからこれが担保になって、うん、中央銀行が国に借金を、うん、国が中央銀行から借金をできるというシステムなんですね。うんうんうん、ことは国が破綻しかけると、うん、この国債っていう担保が担保されている状態ならば、IMF みたいなものが乗り込んできて、はい、で叩いて買い取っていくわけですよ。はいはいはい、こういう形になってるんですね。はいはい、なんとなく分かったこれで。あ、でも。うん。うん、でね、うん、この、じゃあ、こっちに、じゃあ、我々の国は、そんな変な奴らに諸場代取られて、コントロールされるぐらいやったら、うん、もう国だっこするわと、うん。あ、そうだよね。要は国債を、ちなみにごめんなさい、国債が、取られることによってのデメリットって何でしたっけ？その、要は、国債を発行して中央銀行が、お金を作りますってのはすごくわかりましたと、うん。で、その国債自身が重要なキーパーソンになると今思ってるんですけど、その国債自体のやつを、海外に売ることによっての、買い取るっていうか、海外に買うのかな？そう。だから、要は、世界で通用するグローバル通貨っていうことになるわけですから、そこで信用力が得るわけですよ。うん。裏を返すと、その中央銀行を持たない国が国債発行したって、買い手がおらんわけですよ。はい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 、はい。うん。この国債自体が。なるほどね。うん。買い手がいないことですね。はいはい。で、まあ、国債っていうのは、この日本であれば日本の国の経済魅力っていうのが担保してるわけですよ。うん、うん、うん。ということなんですよ。だから、GDP がどうしたとか、一人当たりの生産とか、やんの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 言うても、
んですよ。あれはそんな無理なんですよ。はい、はいはいはい。そうお前らもっと働いて税金払えと。なるほど、うんうん。もっと生産性上げると、生産性上げるということは、はい、もっとその効率を稼げと。うん、いやいやいや効率を稼いで、もっと国債発行せえと。うん。奴隷システムなんですよ、これ、わかる。奴隷システムね。はいはい。うん。で、さっきの話行きましょう。で、はい、いや、うちはもう、俺らの国はもう、そんなアホみたいな中央銀行のシステムいらんと、そんなところの参加したくないと、うん、俺らの国の通貨発行すると勝手にやると。うん。言うでしょ？うん。やるでしょ？うん。だ今度はね、鉄砲撃ってくるんですよ。鉄砲撃ってくる、なるほど。ほうほうほう。要は鎖国してるところには鉄砲撃ってくるわけです。なるほど、なるほど。向けてくるわけ、連中。はいはいはい。だから、わかりやすく、リビアだとか、はいはいはい、イラクだとか、うんうん、アメリカが乗り込んでいって、煙のないところに火立てられて、ズタボロにされるわけ。ああいうことだ。はいはいはい。ああ、こう、要は、開かないと。はい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 。っていうことなんですよ。なるほど、なるほど。うん、でね、で、今この、はい、の話って、だいたいここまで大まかで、だいたいわかるかな、形としては。だいたい流れ的にはわかりましたよ。うん、だから要は、基本的に、まあ、まとめると、理解というのをまとめると、うん、まず、その、日本っていうのは、日本ってなくて、お金を作っているのは中央銀行がお金を作っていますと。それはもちろんね。で、中央銀行がお金を作っています。で、それに日本が、借金をして中央銀行にお願いして、お金を作ってもらってます。で、お金を発行してます。で、基本的に中央銀行がない国に関しては、その、返還ができないので、意味がないですっていうのは理解しました。うん。で、はい、簡単ね、めちゃめちゃ簡単に言ってたから中央銀行がすりますと。そうそうです。中央銀行が一番その中心のところになってくるんですね。はい。日本国に貸します。はい、そう、日本国に貸します。日本国は債権を差し出せますと、はい。うん、債権を。国債ですわな。はい、で、この国債を買ってるのは、うん、日本国民もそうですけど、はい、大体は銀行ですよ。銀行で、はい。民間銀行ですよ、日本の。民間銀行であったり、うん、一部外資がこの国債を買うということになってるわけね。はい。ですよね。うん、だから、結局、国の国力というか、債権そのものの信用がなくなるっていう状況になってくると、はい、うんうん。真っ先にこの銀行が潰れていくっていうのは、うん、中央銀行とかも、あれ、中央銀行が一番の親っていう意味でいいんですよね。うんうん、一番の親？親っていうか、その、ごめんなさい、僕もそんなに詳しくないんですけど、中央銀行と、例えば UFJ 銀行とか三菱銀行とかのつながりがあんまりよくわかってないんですよ、自分のこと言って。うんうん。そう、はい、日本国の中で行くと中央銀行ですよ。ですよね。日本の代表っていうのは中央銀行でいいんですよね。中央銀行はコントロールしてるわけです。コントロールしてるといういいですよね。で、はいはい、各国中央銀行のそのルールを束ねてるのが、ビス、うん、国際決済銀行。ああ、はい、国際決済、はいはいはい。ね。で、じゃあ、その、国際決済銀行の株主とか、大暴れなのかっていう話になってくる、はい。はい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 。それが一番重要ですね。言った王族貴族っていうことになる。ああ、なるほど。なるほどね。はいはい。そこ自体牛耳ってるってことですね。はいはいはい。牛耳るっていうわけじゃないんやけど、まあ、諸場代ですわな。あ、まあ、貿易する、世界貿易すんねやったら諸場代がいりますっていう。まあまあまあ、まあ、それで収めるところってことですよね、要はね。なるほどね。こういうことだよな。で、彼らは、その日本の国債っていう、日本の国力の裏付けですよね、はい、経済力、はいはい、の裏付けのある国債を、うん、人質に取ってるっていう状況です。はい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 、はい。なるほどね。それだから、いやいやね、人質に取られて嫌ですね。はい、はい。だから破産しかけると IMF って言って、これは国際通貨基金って言うんだけど、はいはい。聞こえは助けてくれるのかみたいけど、乗っ取ってるわけですよ、うん。日本にね、なるほどね。はいはい、はい。まあ、どこの国、タイバーツもそうやったけどね、あったでしょ、はい、はいはいはい。韓国もあったでしょ、うん、うんうん。あれが乗り込んできて、株から土地から法律から国から全部いじくっていくわけですよ。乗っ取っていくわけ。はい、2、3問で買い叩いて、で、また高売るわけですよ、国民に。みたいな国にいたか、その当国に売るわけ。もうそんなこと繰り返してるわけよ、これ。はい。なんとなく分かったか、たち。なんとなく、要は、その、
弱みを握られてる状態だったら、そういうこと。いや、弱みっていう、まあまあ、挟んっていうことかな。そういうことですよね。要は、結局やったけど、危なくなったら危なくなったで、救済にするけど、その救済、する代わりに乗っ取られ、どんどんそれを買い付けて、いいようにされちゃうってことで、食い物、まあ、言い方を変える、まあそうですね、うまくされてしまうってことですよね。でね、まあ、日本の場合、要は明治維新からなんです、この近代の形の始まり、その前は日本、江戸時代、小判使ってましたよね、小判とか、なんかこう、なんていうかな、この、なんていうの、小判とか、あるわ、あんな、いろんなやつ、いっぱいあったんですよ、あの時代、通貨、日本の中にもね、27、8の通貨があったわけ。で、まあ、この、今の近代の形の通貨に変わっていきましたと。で、これ今起きてることっていうのは、まあ、要はイングランド銀行からことを発端に始まって、アメリカも結局、まあ、イギリス株式会社のアメリカみたいなもんなんですよ。これ、子会社みたいなもんなんですよ。イギリスポンドっていうのが世界の基軸通貨やったわけだけども、アメリカに移っていったわけよね。これ南北戦争もあって、で、その南北戦争の裏にはやっぱりロスチャイルドがおって、なる両ほどね。方に南軍、北軍、両方に金と武器を与えて、戦争をさせると。で、ちょっと負けさせたい方にはちょびっとした武器にしとこうみたいな感じでやらせなるて、ほどね。結局ここも乗っ取られたわけですよ、アメリカも。ね。で、まあ、あれもイギリス株式会社の子会社みたいなもんです、アメリカってね。で、このね、歴史的なところでいくと、その後、まあ、日本も敗戦があり、昭和20年の敗戦あって、一回ここで通貨も改まりましたと。日本円改まったよね。新しい通貨に変わったわけですよ。で、まあ、その前にね、ちょっと言うと通貨なんて100年ぐらいしか持たないんですよ。大体そもそも。なるほどね。賞味期限ね。これは後なんですよ。賞味期限はそんなもんなんですと。1961年ぐらいだったかな。アイゼンハワーが、アメリカの場合、アイゼンハワーがね、離任式の時に、要は、このままではアメリカという国は非常に危ういっていうようなことをいろいろ話したわけ。っていうのは、要は乗っ取られてるっていうことですよ。国際金融資本っていうか、なんで、あの当時で言うと何なのかな。あの当時で言うと、国際金融資本っていうよりは、まあ、分散複合体の戦争勢力みたいな感じですよ。わっちゃこっちゃで戦争やらす連中ですよね。で、この次の翌々年の、この次の大統領はあの人ですよ。ケネディさんね。この時1963年かな？暗殺されたのご存知ですよね。あないですよね。の結局これなんですよ。これっていうのは通貨発行権ですよ。アメリカ合衆国の通貨を取り戻すと。要は取り戻すってどういうことかっていうと、国が発行するんだけど、アメリカ合衆国がアメリカドルを発行するということを言ってああなったわけですよ。わかります？だから、さっき言った大砲を撃ち込まれるのとか、鉄砲で、あの形なんですよ、ずっと。で、今ですよ。今それ起こっていることっていうのは、この全世界で、この通貨発行権を取り戻すっていう戦いというか、そういう流れになってるわけ。だから取り戻すというよりは、潰れていってるというか、全て言っている？潰れていってるっていう感じかな。潰されてるっていうよりも。で、まあ、潰されてるとか、どうやとか、ああだこうだ言う人おるんですけど、これ、賞味期限切れなんですよ、単純にも。なんで賞味期限切れなんですか？膨張しすぎたわけです。膨張。ほうほうほう。だからね、通貨って、例えば、まあ、基本的には、まあ、このゴールドってありますよね、金ですよ。で、まあ、ちょっと前まではそのゴールドの総量に裏付けされてたわけね、これ、金本位なんですけども。で、これ、私はこれ、健全やと思ってるんです。で、なんでかっていうと、無限膨張できないシステムなんですよね。これね。要は、その金の総量に合わせて、っていう、それしか通貨を発行できないっていうことですから。で、これね、あ、ごめん。でね、やっぱ
が、安くなるとか高くなるとかどうとかじゃないし、一定基準っていうのはこの将来未来もずっとそうやと思うんです。金っていうのは永遠の価値やと思うんですよ。もうこれは誰がどうとかじゃなしに、もうそう、シュメール以降そういう金の採掘っていうのは宇宙人も、うん、もう日本人、日本、地球人の奴隷を使ってやらせたみたいな神話があるぐらいなんで、やっぱ金なんです。うん、まあこれこっち置いといて、うんうん、でね、今のそのマネーっていうのはこの金本位制から金の打感っていうのを外してますから、うん、無限にすれる状態になってるわけですよ。米、うん、ドルも日本円もね、うん。で、この要は、その、合金との打感っていうのはこっち置いといて、うん、一般的な経済的なボリュームったらさ、さっき言ったように GDP、うんうん、国の。いいね、それと発行してる、うん、マネーの総量が合わないっていう状況になってるんですよ、これ。え、それおかしくないですか？合わないんですよ。合わないの？そうですよ、マネー。ああ。あれですか？ああ、あれなんかおかしいですね。合わないって、え、全然合わなくなっちゃったんですか？巻きすぎたから、すりすぎたからですよ、単純に。それダメじゃないですか。そうでしょ？うん。と、まあ、さっき言ったように100年もやればね、一つの通貨システムがこういうことになるっていうのは膨張しすぎるってことなんですよ、要は。膨れ上がれすぎる。すりすぎる。で、さらに近代の場合は、その金融っていうシステムが、すごく、なんていうのかな、幅を利かせてるんで、レバレッジ、ファンドもそうですけど、レバレッジかけまくるわけですよ。ね、100倍とか200倍のレバレッジかけて、わけのわからん商品いっぱい売り出すわけでしょ。だから無限に膨らみ続けるんですよ、これ。いや、なんかそもそもなんか、それを、なんだろう、無限にやったって何の価値も生み出さないじゃないですか、あんまり。うん、だからそうなったでしょ、今だから。だから賞味期限切れってこと、ね、だから結局、なんだろう、どんどん価値が薄れていけば、お金に価値がなくなってきますよね、どんどんね。結局ね。うん、まあ、その、で、コロナで2年前から一気にまた巻いたわけで、うん、これが倍に膨れ上がったわけでしょ、うん、世界中で。ね。でも、前にも相手言ったけど、この前がね、ある一定程度平均して、一般の民にこう分散してれば、そんなにまだ問題ないんですよ。だから一定そのところに行っちゃってるってことなんですよね、要はね。そのさっき言った、うん、引き上げるところに全部行くわけですよ。この地主っていうかな。うんうん、権利持ってるところへ行くわけですよ、うんで。権利の商売やってるところへ。うんうんうん、要はだから、はい、中央銀行と財務省みたいなものを使って金をすらせて、はいはい、でそのすらせた金を、うん、武器やとか、うんなんだとか言って吸い上げていくわけですよ、これ。いや結局、吸われて、それが自分のところに残んないで、それを違うところに吸われていって、それ結局また発行して、吸われての繰り返しだから、意味がなくなっちゃうんですよね、結局。これだ、まあだから、ね、その吸い上げていってる連中が、ええとか悪いとかっていうよりは、うん、その、まあ当然日本の場合は日本の中もつるんでるわけですよ。お前とか半分もらう気出したから俺のとこも半分よこせとか、うん、そういうことやってるわけよ、ずっと、うん。で、これのね、権利ですね。この権利のネタになってるのが、うん、さっき言ったように武器ですわ、うん。で、あと権利のネタは燃料。うん、燃料、はい、はい。武器、燃料ね。はい、はい。で、あと、種。はい、はい。種、はい、種子ですよね。うん。とか、あと薬。はい、はい、はい。これも利権の塊ですよ。で、あと、メディア、うん、で、これを全部抑えられてるわけですよ、要は。はい、はい、確かに。要は、コントロールできますよね、確かにね。そう、吸い上げシステムの構造になってるわけですよ。うん。うん、で、これ、どこどこの国が悪いとか、貴族が悪いとか、王様が悪いとか、ファンドが悪いじゃなくて、さっきも言ったように、日本の中でもそれ、つるんでるは半分横持っていってるやつがおるわけですよ。バックマッチもらってるやつとかね。そういう構造になってるわけ。だから、頼っていくんですよ。どん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 。そうだね。だから結局、あるところにあるけど、ないところにないっていう二極端が生まれちゃうんですよね。だからそこね。だからそうなってくると、それが結局現状、世の中にいっぱいあるわけですよ。お金もあるわけですよ。だから、あるわけなんだけど、それがその二極端になってくから、権利がある人に集まってくるから、それはこうなっちゃうよねっていう。
ところですね。あとは権利がある人がどうやってそれを吸い上げるかっていう仕組みを作るしかないってことだもんね、やっぱりね。うん、で、まあ、その権利を持って、権利っていうかね、地主っていうか持ってる連中がね、うん。なんていうかな、なんかこう、お釈迦さんみたいな神々しい人やったらよかったんやけど、まあ、世界繁栄してたんやろうけど、うん、これがまあ、なんていうかな、熊みたいなやつっていうか自分のところに抱えちゃって、自分のところに持ってしまってるってことですよね。それをもっと要は分散できればよかったんだけど、それを一箇所に集めちゃってるところが良くないってことですよね、要はね。おーで、まあ、バチカンとかな、うん、2000年続いてるところもそうなんよな、あれも、うんうんうん、でね、うん、悪いことするわけよ、うん、だから人間ってお金を持ってると結局悪いことをしてしまうってのもあるでしょ、やっぱり。でも、その偏りがあまりにも、こう、顕在化しすぎたのと、と、その、それと、その、なんていうのかな、その、やってることが度を超えすぎてきたと、連中の。度を超えてきた。どういうこと？度を超えてきた。うん、だから、度を超えすぎてきたわけですよ。戦争をやらすこと一つにとってもそうやし、このコロナの、あれ生物兵器もそうやし、ワクチンもそうやし、うん、もう度を超えすぎてきたわけよ、これな。そのまあ、はいはいはい、その準備してるところを知ってるわけですからね、はいはい、その軍人とかね、はいはい。で、これをその潰していってるわけですよ、今。潰していって、どうやって潰していってるんですか。最後は金融ですよ、結局は。うん、金融で潰すってことやけどね。で、要はね、単純に言ったらね、イメージするとね、うんうん新興貴族って言うたらいいかな。ほう。ほうほうほう。新興貴族を動かした人たち。だから、ソ連ありますよね。はい。ソ連が崩壊した時なんかのどさくさに紛れて、はい。その、国の、その、財産財産、はいはい、国の会社、国有財産ですよ。はいはい、あれを、こう、強奪していった連中、どさくさに紛れてね。うん、あれが、その、新興財閥っていうか、新興貴族化していった人たちとか、オリガルヒって、まあ、言うんですよね。はいはい、あれが、まあ、あっちゃこっちゃにおったりするし、うん、で、まあ、その他の国々でもそういうのが、やっぱ、あるわけ、いろいろ、こう。はい。うん、要は紛争なんかで大儲けした連中とか、はいはいはい、そういうのがあるわけな、はいはいはい、まあ、でこの辺がね節操がないっていうか、なるほどね、うん、あのそういうなんていうかな、うん、あなんていうかな、まあ、ウクライナもいい例ですよ、あれが結局、うん、なるほどね、あそこでいろんなこう変なこともやるわけ、生物科学研究で、はい、生物兵器研究してみたりね。まあ、ありとあらゆる悪事をするわけですよ、というところで。で、まあ、あそこもそういう形で潰されていってます。今日ちょっと話がおかしなっていってんな、じゃあ。いや、でも、あれですよ。あの、金融のことについてとか、その、金融破綻のことについてっていうのはすごく勉強になりますよ。全然よくわかってない部分もあるので。はい。そもそも金融とは何なのか、とか、まあ。もう前は、簡単な話に行くと、今の通貨はもう賞味期限切れですと。うん。あまりにも膨張しすぎて。要は、今の背景があるから、膨れ上がってるってことですよね。要は、膨れ上がってるから、それがもう限界突破になってきてますと。そうそう。それがそもそもの金融の話の根っこっていうのはすごく理解できました。じゃあ、具体的にそこから突っ込んだ話になってくると、それがまっちゃんがよく話の中に言ってくる、金融がどん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 、その、なんだろう。マネーが、要は、危なくなっていく、要は、どんどん下がっていく、というのを我々はどう危機管理をして、どうやってそれを回避していくのか、要は、もう事実上下がっていくのはしょうがないことじゃないですか。破壊をされていくっていうのはしょうがないことじゃないですか。もう変えられることはないじゃないですか。じゃあ我々それを前提知った我々はどうやって動いていけばいいかっていうのが課題かなって思いますよね。うん、あの、うん、まあまあ、単純に言うと、その、賞味期限切れっていうより、魔弱に合わないっていうかな。もう時代に合わなくなってきたっていう、単純な話ですよね。で、その、じゃあ、日本円の話でいくと、それが、日本円がどうなるとか、ああなるっていうのがないんですよ、別に。
だですよね。だってそれは日本円がすぐそんな変えられるわけないじゃないですか。日本円が消えるってことはないわけじゃないですか、ね。実際のところ。でも、そうそう。だから、このいわゆる中央銀行ですよ。これが発行してる通貨は終わります。と思う。なるほどね。中央銀行時点がもう、なくなってしまう可能性は高いってこと？それとも、中央銀行は残るけど、発行するものがなくなっちゃうってことか。まあ、後から見たら楽しいからええか。俺ははい。ね、なくなると思ってる。なるほど。今回は世界中その流れかな。一つの可能性として、中央銀行がなくなってしまう可能性もあるってことですね。なるほどね。まあ、アメリカ見ればわかりますよ。FRB なんか見れば。あれ、FRB 潰してるわけなんですよね、毎年ね。逆に、もし未来予想として、中央銀行なくなりますと、そうすると、日本の銀行はどうなるんですか？他にそれにだって中央銀行っていうのが、いわゆる日本の銀行を統括してるっていうイメージじゃないですか。っていう認識をしてますと。要は処理ただ、の話ですね。処ほ理の話やな。やっぱそういうところうほうほうほう。の話の方が多分みんな喜ぶよな。多分そうそう、だから、これね、処理のやり方はね、予測じゃなしにね、日本銀行、いわゆる中央銀行がダメやと。このシステムをやめましょうと。なった時にはどうするかっていうとね、おそらくじゃないしに、ほぼほぼ国債を引き受けてる銀行と一緒に国有化してしまうってことになると思うんですよ。国有化っていうか国のものになっちゃうってことね。というのは、一旦国が国有化すると。で、この中央銀行が、から借り入れてる分と、国債に、銀行が持ってる国債ですよ、民間の。これとガッチャンコしたらいいだけの話なんですよ。ごめんなさい、理屈がわかんなくて、それガチャンコするってなんでいいんですか？相殺してしまえばいいわけですよ。なかったことにしようってこといか。や、そうだいうこから、とね。じゃあ、国有化ですから。国のものにし、ああ、そういうことね。理解できない。国が抱えてるな債務と、るほどね。中央銀行と民間銀行が抱えてる、これ債権です。これをガッチャンコすればいいだけの話です。それに向かって、それで、ね、もしなりましたったら、我々はどう動いていけばいいんですか？いや、動く必要も何も、次は国がまた新しい通貨を発行するっていう形になりますよ。例えば、これを見てる動画の人たちって、じゃあ、そういう事実はそういうふうになりますと。新しい通貨を発行する。あと。で、発行するときに、じゃあ、まっちゃん的な未来予想として、じゃあ、新しい通貨を発行するときに、我々はどういったことをしてれば、なんでない、言葉悪いですけど、有利に進むのかとかっていうのはあったりするんですか？特に、そういうのを知っとくだけ知っといて、どうやって動けばいいのかなとか、あります？優位ってどういう感じかな。要は今の券種を、その現金、今の日銀が発行している日本銀行券を、目減りさせないように、こう、守りたいとか、そういう話。守りたいっていうか、我々、例えば、個人個人が経営者として、まあ、見てる対象が経営者だと思うじゃないですか。経営者として、じゃあ、現実、そういうふうに向かって、今、国際、中央銀行がなくなるっていうふうになったときに、我々にも、降ってくる可能性もあるじゃないですか、何かしらが。何かしらが、その時に我々は対策ということとしてどういうことをやっておけばいいのかなとか。事実はそういう事実なのはわかるんですけど、こっちの人に準備をしておく方がいいこととかってあったりするんですか？まあ、なんていうのと、その、ただでさえ、まあ、インフレでしょ？現実的に消費者物価指数あたりでも、やっぱり4%だけのインフレは出てる。もうちょっとあると思うんですよ、本来多分。もう現実、肌感覚で言うと7%ぐらいのインフレかなって。で、そこって、この B2B の世界、要はまだ末端の消費者に転嫁されてない部分のインフレですよ。これ含めると、まあ、もう少しまだインフレは少しずつ、物価は上がっていくんかなっていうイメージ持ってるんでね。で、いくとね、その5%のインフレっていうことを100万円持ってれば、年間5万円目減りしてるわけですよ、これ。どう考えたってね。なんで、だから要は、キャッシュっていうのを、その、必要な分以上にこう、キープっていうか、置いてる方が理解できないみたいな。必要でしょ？ビジネスとか。置いとかない方がいいってこと？
置いとくのが理解できない。必要以上によ。ああ。生活費とか、何か困った時に対処せなあかんとかあるじゃないですか、会社って。それ以上にこう、動きもせえへん、マネーをしっかり置いとくっていうのは、これ、どう考えても、っていう。やっぱ排出した方がいいってことなんですよ。排出することによって、結局どうなんだ、うん、排出することによって、まっちゃんの今言ってることはどういうことなんですかっけ、その、排出したことによってどういう感じに結果が出るんですかっけ、だから、その、それはその人それぞれですよ。はい、うん、例えば、金とか銀とかプラチナとかそういうもので、うんうん、なんていうかな、少しこう、資産移転していく人もおるし。うんうん、なるほど、なるほど。ああ、まあ僕はちょっとよくわからないけど、アンティークコインみたいなことで移転していく人もおるし。はい、あれはちょっとね、はい、僕にはあまりにもプレミアムつきすぎててどうなんていうのは、はい、まああと不動産もあるし、はい。あとはまあ事業、自分のやってる事業の充実。はい、はい、はい、はい。とか、それをみんな知ってる。あとは個人であれば自分への投資、うん、とか。要は、結局のところ、やっぱりお金を持ってても意味がないよってことになったよね。もう最後は。要は、そういうことなんですよね。要は、今こういう状況でマネーも切り替わってやるから、お金を持ってて、お金を貯まってれば増えるっていう発想よりかは、お金を使うってことの方がいいっていう時代になったってことですよね、要はね。まあ、今までもおかしかったんやけど。おかしかったんだけど、今以上に、要は、なんだろう。お金というとのところがその入り替わってるっていう概念があるから、まっちゃんの言いたいこととの破産するっていうのはそういうことにつながるよってことなんですね。うん。だから、まあ、言い方変えればね、うん、逆を言えばそういうふうにマネーの価値、うんうん、そのものが、そのインフレによって目減り落ちていくっていう状況になってくると、うんうん、考え方によってはね、どうし、うん、いろんな意味で投資できるいいチャンスやと思うんですよ、みんな。ああ、確かにね。確かにね。うん、だから、お金は、将来のために、こう、なんていうのかな、ある、将来のためにこういうふうに、こう、置いとくもんだ、みたいな概念から、うん、もっと積極的に投資。だから、その、あまりにも投資じゃなくてもいいしね。例えば、ヨット好きな人おるとしましょうよ。今までヨット欲しかったのにな、ちょっと贅沢やしな、思ってたりとか、ヨット買ってみるとかね。なんか、あれですよね。なんか、お金をね、貯める意義っていうのがどんどん薄れてきてるなっていうのは、今の話を聞いて感じましたね。要は、なんだろう、一般の人たちもそうだし、会社員の人もそうなんだけど、お金を貯めるのが正義っていうような思うことってもいるじゃないですか、価値観的に。なんですけど、実際今の、まっちゃんとの話を通して、すごく自分の中で腑に落ちたのは、要は、お金を貯めることには価値がなく、お金を使うことの価値が出るなと。それを背景としては、もちろん国の施策である中央銀行の話もあったりとか、あと、社会情勢の今の状況を緩和見ると、貯めてても、疲弊するだけだなっていうのはすごく感じました。まあ、その通りでございます。うんうん、要は、ヤイちゃんの今の言った通りね、やっぱり一番大事なのはね、うん、使い方なんですよ。そうだよね。だから何に使う、誰に投資をする。例えばそれを、要は、仲間のために、その、まっちゃんがよく言うな仕事の概念で言えば、その仲間内で一緒にやるっていう概念もあるじゃないですか。仲間で大好きな人。うん、大好きな人にお金を払ってた方がいいよねって話ですよね。だって、そうじゃないですか。うん。だから本当ね、お金はね、この、稼ぐ、うん、のも、まあ、稼ぐというより、使い方が大事だよ。でもね、すごく思ったのは、腑に落ちたのは、やっぱり、その、まっちゃんの、と、こう、聞く前までは、その、なぜお金をね、その、貯めちゃいけないかっていうのが、曖昧なことしか理解してなかった自分がいたんですけど、うん、今日まっちゃんと話したことによってどうなったかっていうと、なんで貯めないと、貯めちゃいけないかっていう理屈はよくわかりました。それはすごく動画を見てる人たちにも良かったと思いますね。そもそもね、誰の役にも立たないんですよ、うん、置いてるだけだと。そうだから、その、なんで置いてるのがダメかっていうのは、でも理由がないとみんな置いちゃうじゃないですか。要は、なんかあったらって思っちゃうから、みんな。要は、なんかあったらってために、缶を取っとこうっていうふうに言うんだけど、経営者のみんな、皆さんとかある程度お金稼いでいる人たちはやっぱり勉強してるからこそなんですけど、やっぱりそのお金をどんどん使えっていう発想になるじゃないですか。でも、その帰りって結構あると思ってて、みんな恐怖っていう感情が出ちゃうから、その、もちろんその中で、まっちゃん自身がもうそんなどうでもいいじゃん、プライドじゃん、恐怖なんてどうでもいいよって、メンタルのところにも入ってくると思うんです。だから、最終的にこの前も、その、結局最終的に行き着くところは同じだよっていう話だと思うんですけど、うん、ただ、
やっぱりその理屈がないと人間って納得しないから、その納得の意味では今日の話は、あ、そうだよねって腑に落ちましたよ、僕。でね、まあ、まあ、そういうことなんですよ。動かさないと何の意味もないですし、で、自分のためにもそう、うん、で、世の中のためにもそう、そう人のためにも置いてるケースはどうにもこうにもなっていうんだけど、だからこれがさっき言ったように時代の流れの変化と一緒で、うん、もうこれ真逆に合いませんね、と。そういうことなんですよ。あれですよね。もうだから、それがこの動画を見てるときに言いたいのは、なんか自分の価値観とかを変えたいのは絶対、まっちゃんと一緒に仕事した方がいいですよね。と思いますよ。いや、まあ、でね、うん、あとね、これ、その投資したりいろんなことに使う絶好の機会はもう1年ぐらいしかないと思ってるんですよ。で、なんでですか？それがわかんないな。もうあと1年か、もう長くても2年ですよ。この中央銀行システムっていうのが、もうおそらく。おそらくアメリカは今年だと思うんで、英語はもうアメリカは今年だと思います。長くても2年やと思ってください。っていうことはね。さっき言った、その後どうなるんですかって、次、国が通貨を発行するようになると、その新しい国が発行する通貨は、中央銀行システムの時の通貨と等価交換できるんかっていう話、よくなると思うけど。なるほどね。そういうことね。はいはいはい。これはね、私わからないです。どうなるんだ。物差しが変わってしまうんか。確かに、その、お金の価値が変わっちゃうから、いや、結局、レートと同じですもんね。結局、日本円とドルのレートの違いのと同じ感覚ですよね、要はね。だから単純にこれから新しい通貨を発行しますと。月の人は今までの中央銀行のこの10分の1に換算しますねとか。ただね、そんなこと言い出したらきりないんで、これなんでかっていうと、みんなは条件同じなんですよ、そうだったら。ちょっときりがないんで、そんなこと言ったって。まあ、少なくともお金持ってる人の方が下がる可能性が高いですよね。ああいう価値がね。だからさっき前の動画で言ったから、全然、そんなに困るのは大金持ちで。要は、本当に困るのは大金持ちだっていう理屈が全部見えてきました。でも、その背景がね、みんなわかんないんでね、やっぱりね。だから、言い方悪いんですけど、使うチャンスなんですよ、今。まあ、だからどんどん使いましょうよ、お金をね。本当にね。だから、今までこれ、ちょっと、いや、ある程度は残しておかない、なんかあった時のためまあ、だ。いや、会社経営のために、その会社としても個人でもそうです全け然ど、ないことしちゃうからよ。本当たにだ、いっぱいこれ、ロボを使っちゃダメですけどね。どう考えても向こう5年使うことないような老後のためにと思ってるお金やからって言われたら、それ使わんといい。これはどんどん使って消費して自分の楽しいことにも使ってもいいし、自己投資のために使ってもいいし、なんか、資産運用のために使っても何でもいいんですけど、結局このところ使わないと意味ないよねって話ですよね。有意義なね、投資でもいいし、まあ消費というよりはやりたかったこととか、これもある意味自己投資なんですよ。でもすごいなんか腑に落ちますね。やっぱり、まっちゃんだから、その、やっぱり、その、金融とか言うとみんな難しく考えるじゃないですか。でも実際蓋開けて説明聞くと意外と簡単な話で、イエスかノーか動いてないんだろうなって思いましたね。本当に。だから、ちょっとした贅沢でもいいと思うんですね。だから、どこどこに何食べに行くとか、ああいうもんじゃないよ。じゃなくて、さっきも言ったけど、ヨットが欲しかった人がおればね。買いましたしね。あのヨットじゃないけど、船買いましたしね。まあ、例えばそういうのを買うとね、そこでのまた人のつながりとか、新しい世界がまた広がってくるんですよやっね。ぱり価値観が変わるから、やっぱりお金は使ったもん、あとは自分がね、その、もらった分だけ、ちゃんとその、反映させとくのが大事ってことですよそういうことな。だから、そういう、今までの、ね。その、要は子供なるほどね。お金の教育の概念そのものも変わってくるってことになるね。ああ、確かにお金の仕組みの概念も変わってくるし、だからやっぱりね、どうしてもやっぱり感情面が出てきちゃうんですよね。お金プラス感情面が出ちゃってるから、みんなどんどん不思議になってくるっていうところがあるからね。いや、面白いな、確かにまあ、な。本当ね、これだけインフレになってくるとね、本当ね、切り替えてね、要は置いとくもんじゃないと、動かすもんなんだっていう認識もと、で、もっと言うと言い方悪いですけど、まあ、日本のお札綺麗なんでね、綺麗すぎて難しいんですけど、もうちょっと道具というかね、
自分とか周りとか自分の会社とかの価値を高める道具やぐらいに思っとけば、マネーが。ああ、やっぱりそのね、お金はやっぱ前、どうすよね。やっぱり、道ただ、具やねん、なら、使い方次第ってことになるんですそう。だから結局お金には価値がないのにかかわらず、みんな価値を持たせようとしちゃうんだよ。で、みんなお金に価値を持たせてしまうから、結局金のためにやっちゃうんだけど、実際金なんていつで崩壊するかわかんないんだからってことね。で、まあ、最初、今日の動画で最初なんかちょっと、なんかこう、なんか変なこと、ちょっとややこしい話になったんですけど、簡単に言うと通貨ってね、通貨じゃないわ、紙幣ですわ。通貨の場合は違うと思います、コインは。紙幣ね。あれってね、共同幻想やと思ったらわかりやすいですよ。ほう。みんながそれを信じてるから、それが。ああ、まあね、だから金を信じても意味ないんですよ、共同幻想だからね。共同源泉って思ったら分かりやすいでしょ？なかなってか。ことは、180年、100年で一回入れ替わるわけですよ。ああいうこと。でしょ？で、せっかくね、このそういう変革の時に生きてる私たちって、大チャンスって僕が言ってるのはそういうことなんですよ。大チャンスです認識ね。を変えれるってことなんです。ねえ、そうだよ認識ね。を変えれるっていうことは、自分のその生きていく価値観とかの豊かさを今全部享受することがある意味できるってことああ、なんですから。わかる。言ってることはわかる。そこなんですよね、言ってるのは。だからここをその理解できてないっていうか、この変化を捉えられてない、どうなってるか分かってない人にとっては、ああ、もったいないなっていう、ああ、そうだね。っていうことですよ。もうそれがまとめてですね、今回は。共同幻想ってことで、いいんじゃないですか。共同幻想で怒られんのか、でもそうやもんな。間違ってない。いや、怒られないと思います。だから結局みんな金融に対して分かりやすく説明する人いないんですよ。結局みんな難しく考えちゃうし、難しく捉えちゃうから、結局お金を稼ぎたい、稼ぎたいと思っちゃうんだけど、最終的に稼ぎたい、稼ぎたいって、稼ぎたいって思ってる人たちはいいですけど、でもそれが全てではないから。まあもちろん大事ですしね。お金を稼がないと生活もできないから、最低限稼がないといけないけど、本質はそこじゃなくて、もっと大きく視野を見ないといけないよね。まあ、よく言ったもんでね、天下の回りもんでね。結局、お金ってそうなんだけど、だから余裕がある心があれば余裕があるんだけど、みんなやっぱり目の前のお金という概念に取られちゃう。で、お金の概念に取られてしまって、そのお金に縛られちゃってみんなお金重視で動いちゃうから、結局。それじゃ意味ないんですよね。まあ、言い方悪いですけど、僕、ちょこちょこ、ブログ書くけど、最後は踏み倒したらええわぐらい借金なんてぐらいしか思ってない。これね、さっきの最初に言ったその中銀行システムとか、その世界のグローバル通貨のシステム、グローバルマネーのシステムを聞くと、理解できるでしょ？踏み倒したらええっていう理由が。いや、あとは、一番思うのは、結局、これ言うと怒られますけど、そのお金いっぱい借りたとしても、殺されないじゃないですか。そうなんですよ。だそう。から、これは超最高だと思う。いや、裏を返すと、愛ちゃんの今の、話、むちゃくちゃいいからお答えするんですけど、普通やったらね、50億円借りてね、踏み倒したら死刑ですよ。ということはね、裏を返すよ。それだけの値打ちがないってことなんですよ、マネーなんて、そもそも。だよね、そうだよね。結局、そういうことになるでしょ？人の命と比べると、全然そのマネーっていうのはそれだけの価値がないってことですよいうね。ことなんですよ。ただ、間違いだと言ってると、友達から借りるとか、いや、借りたやつお絶金を対借借りりることが、要は、なんだろう、全然いいわけじゃないからね。僕が言ってるのは商売のお金ね。商売で投資をするときに、お金を借りるときに、要は、なんかをやるときに、ちゃんと正式なルートでお金を借りるときの話ですよね。それはね。本当になんね。か銀行とか、要はだって向こうも商売ですから、さっき言った金利を取るわけなんで。で、だからお金を借りることに恐れをなすなと。金利を取るということは相手も商売でやってるわけですから。で、それ元をたどると、中央銀行のそのもっと上を行くと、ね、ヨーロッパのおぞむきっていうのマネーなんや。もうこれ踏み倒せみたいでな。も結局みんなだってでもお金を稼ぐ。借りるのが恐怖だってなかなか行動できない人も多いですよね、本当にね。でもこういう結局。ようになるとね、こんな気楽よ。だから経営者の人っていうのは、正直価値観が違くて、サラリーマンの人に比べると差が出ちゃうんですよ。
だから、ね、サラリーマンとかやってて、本当に頑張ってやってる人は、もう目の前のことしか一生懸命なんですよ。だ素晴らしいなと思うんですけど、全体が見えてないから、ああ、もったいないって、いつも思います。解析機に。まあ、まあ、システムとしてはね、そういう形なんで、はい、そもそもそんな、なんていうのかな、それが、その5章続く、通過システムなんてないんですよ。いや、でも、抹茶の話は面白いですね。これなんか、だから幻想なんですね。でもう一回、これ、ね、最後の話になりますけど、はいはい、もう一回だけちょっと、せっかくなんで、皆さんに見てる人にだけ絶対伝えておきたいのは、はいはい、大チャンスって言ってるのはそこなんですよね。だから自分がやりたかったこととか、本当にこの、なんていうかな、望んでた形とか、はいはい、思い描いてたものを、その、マネーっていう、その、なんていうか、縛りをこう、取っ払って、今だったら、一気にいけます、みたいな。そう、だから要は、どんな人にもチャンスがあるよね。例えば病気で、なんで苦しんでる人だろうが、お金持ってない人だろうが、どういう人でもチャンスが多分出てくる時代なんでしょうね。今の時代っていうのは。本当に。そうな。そう、だから要は、今まではある程度の実績があって、ある程度やってないと、要は、なんだろう、なかなか難しくない時代だったけど、今展開期になってるから、切り替わってるから、からこそ、今が行動するチャンスではあるのは、なんとなく分かってきました。抹茶が言ってることは。そう、だ見からこれえてる。ね、次の時代行っちゃうと、もう完全に普通の2030年ぐらいになったら、もう普通に次の時代になってるんで、あんまり面白くないですよ、次は。もう誰と違うか。この入れ替わってる時が一番面白い。だから入れ替わってる時に、ちなみに入れ替わってる時はどこから情報をインプットすればいいんですか？例えば、まっちゃんとかを海外の人が情報をインプットして、で自分の中で解釈して行動してると思うんですけど、例えばそういうふうな人ってどういうふうに情報をインプットしていって、どん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 やっていけばいいんですか？まず、でもやっぱり、いろいろほら、過去の、なんていうかな、歴史書物とか予言書の類みたいなやつでも、同じこと言ってるんですよ、言い方変えて。で、それと今、こう、何かこう、外で起こってる現象と、こう、当てはめていくと、ああ、やっぱりそういう流れで動いてんねや、って思った時に、占星術ではどうなってるんやろうと思って、そっちもちょっと勉強してみたいなとか。やっぱいろいろと見ていくのが一番いいってことですね。でね、いろんなもん見てもあんまわかんないですわ。ある意味ね、まあニュースで、アメリカでもロシアでもそうなんですけど、ある意味何かこうメディアのニュースみたいな定点観測しといた方が、ちょっとね、変わるとこがわかるんですよ。これ言ってることがあるんで、あっちゃこっちゃ見とってもあんまりよくわからない。バラバラになってくるんで。みたいな感じかな。OK です。わかりました。はい。じどゃあ、うなんでええんかな、聞いてまともに話なってんのかな、これ。今日は。これね、金融のことについて分かってない人にとっては、すごくいい入門編ですよ。入門ぐらい、まあややこしい話にならんようにしといたけど。だから、なんだろう、すごい、僕、金融についてはもう、ど素人の人間なんで、よく分かってないんですけど、すごく綺麗に、なんでまっちゃんが、そう言ってるかっていう理由は、腑に落ちましたもん。ああ、そう。だから、なんでまっちゃんがそもそも今の金融のところでそのお金とか価値がなくなるよって言ってる理由も、なんとなくぼんやりですけど、理解はできたので、あとはこの中で自分の中で解釈をしていけばいいので、その入門編としてはぜひこの動画っていうのは見てもらっていいと思まあ、せっかく見てくれたんでね。この2年、遅くても2年、早かったらもう今年みたいな。でもあれですよね。まっちゃんやっぱりいろんなところに講演会のセミナーとかやった方が絶対いいですよね。要は世の中の中で。じゃあ、それこそ、これはもうビジネスの話になりますけど、まっちゃんがもう釣りというところの大項目から、そこから見て、どん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 その見方が変わってきたっていう人生観っていうのはぜひ講演会とかやるとすごく面白いんじゃないかなって思いますけどね。やっぱりね。実際、僕らにとっては当たり前じゃないんで。ただ、それ奥さんに聞けば一番早いですよ。で俺別に、そんな人前でって、そんな話せるような人じゃないんで。人前で話せるような人じゃないもうです恥ずけかしいど。ことできませんみたいな。やってるじゃないですか。YouTube やってる時点でもうそれじゃないですか。で、まあ、今日の最後は行きましょうか。まあ、どうにでもなるから。またどうにかなるか。どうにでもなるから。とにかく、もう、まっちゃんは、もっと、なんだろう、もっと前に出て言うべき人なんで、もう、YouTube やってる時点で、もう、それができてるので、そうさせるんで、よろしくお願いしまどうにでもなるから、みんな。す。はい、どうにかでもなるから、みんな、もっと頑で張っていきましょも、もう最後まで、どうにでもなるから、今をね、今、
今、うまく使いましょう。